何とも言えない優しさに包まれるような風合い仕上がりみたいな。皆さんこんにちは、ゲットナビウェブの山田です。今日はですね、アビエンという、メーカーのとある家電を皆さんにご紹介したいと思ってるんですが、アビエンというブランドご存知ですか？ですね、このブランドはですね、近年メキメキと知名度を上げてきておりまして、まあ、代表作としてはこれホットプレートなんていうような美しい調理家電を出していたりします。この製品はゲットナビと家電ウォッチがやっている家電の総合アワード家電大賞でも部門賞を受賞しているぐらい有名な商品になっておりまして、そのブランドがですね、今回アイロンを出したんですよ。アビエンドライアイロンというアイロンですね。でこれ幕開けで先行で発売されまして、1300万円以上集めて、800人以上が購入支援したというような売れ筋のアイテムになっておりまして、僕も手に入れて2ヶ月ぐらい使ってみたので、良いところだったりとか、あ、なるほどなというようなところを今日はご紹介してまいります。はい、というわけでそのアビエンのドライアイロンを紹介していきたいんですが、ものがこちらになります。まあ見ての通り美しいですよね。もうこれ以上にないまでにシンプルなアイロンになっておりますと。まあちょっとそもそもドライアイロンとは何なのかっていうのを簡単に説明しますね。アイロンには大きく2種類あって、まあ、ドライアイロンっていうのとスチームアイロンというのがあります。で、スチームアイロンはその名の通り、まあ、蒸気を使って蒸気と熱でシワを伸ばしていくっていうようなアイテムなんですが、ドライアイロンはドライの名の通り蒸気は使わず、この鉄板の熱だけでシワを伸ばしていくというような違いがあります。今、水を使う使わないっていう説明はしたんですけれども、これ以外にも細かいところはいくつか違いがあって説明していきますね。それがまず重さが、ドライアイロンっていうのは結構軽めで 600g から 800g と言われてます。一方スチームアイロンは 1kg から 1.3kg ほどの重さで、まあ、スチームアイロンの方が重いんですね。で消費電力はドライアイロンが 700W 前後、スチームアイロンが 1400W 前後ということで、まあ、より熱を与えられるスチームアイロンの方がシワが伸びるというふうに言われています。で温度がドライアイロンは100度から150度ぐらいで、スチームアイロンは100度から200度ということで、あんまりドライアイロンは高温はできない、まあ、一部のモデルは全然できるんですけれども、スチームアイロンの方が高温を出せるというような特徴があります。で、最後にケーブル。ケーブルはドライアイロンの方はやっぱケーブルありの方が多くてですね、スチームアイロンの方はケーブルレスのモデルが一般的になっているというところの違いがあって、まあ、これを見ていくと、まあ、重さの違いはあれど、まあ、全体的な性能だったり機能でいうとやっぱり、スチームアイロンの方に、まあ、軍配が上がるかなというような傾向はあります。まずこのアビエンなんですけれども、とにかく起動が早いんですね。まあ、早いっていうか早いっていうレベルで早くて、例えば温度帯の低いローだと立ち上がりまでは10秒以下、温度にすると約100度なので、そこまで使うモードではないんですけれども、それでもこの速さには驚きました。続いてハイの話をしていきたいと思います。でハイはだいたい温度帯にすると180度から200度、素材でいうと、まあ、コットンだったり麻だったりとかっていうような、まあ、一般的なシャツ、ワイシャツだったりに使われているような、素材のものがアイロンとしてかけられます。でここで結構個人的に今評価が悩んでいるところがあって、ハイの立ち上がりが2分30秒ぐらいかかるんですね。なのでローとミッドまでは立ち上がりがめちゃくちゃ速くて機動力が活かせるんだけれども、ハイになるとちょっと待たなければいけないと。朝の忙しい時間帯の2分30秒とか、まあ、3分近くっていうのは結構重要だから、朝にこれを立ち上げてかけるのってどうなんだろうっていう悩みはありつつっていうようなのが今のところの僕の評価ですね。はい、というわけで、まあ、ここまでは違いだったり立ち上がりの時間の話をしてきたんですけれども、まあ、アイロンなんで、まあ、いかにこうシワが伸びたりとか、まあ、仕上がりの良さっていうところが、まあ、肝になるので、実際にちょっとかけてみながら、その違いを感じてもらいたいと思いますんで、こちらをご覧ください。はい、というわけでアビエンのアイロンをかけていきたいと思います。まずこちら側のエリアにかけていきますね。
こんな感じで、かなりシワが取れているのが分かると思います。じゃあ続いて、スチームアイロンの方やっていきたいと思うんですけれども、今回これを使ってきます。これ普通に僕が自宅でずっと使っているパナソニックのスチームアイロンですね。でこれをかけていくと、ちょっとスチームをしていきましょうか。違いとしてはこんな感じ。どちらもシワは取れてると思うんですけれども、やっぱりあのスチームアイロンの方が、よりシワは取れてるなというふうな印象ですね。で、そしたらじゃあ何がドライアイロンいいのっていう話になると思うんですけれども、これですね、実際かけてみると手触りが結構違うんですよ。でスチームアイロンの方は、水分と高い熱を使ってバッとやっていくのでシワはすごい取れてるんですけれども、逆にこっちのアビエンの方はあんまり高くない温度帯で優しく熱を与えてシワを伸ばしていくので仕上がりがものすごいふっくらしていてすごい気持ちいいんですよね、触っていて。で今、ふんわりと仕上がりますよと言いましたけど、おい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 と、アイロンでシワちゃんと伸びなかったら意味ねえじゃねえかという人いると思うんですが、そういう人はキーピングなんかをとかスムーザーなんかを使って、軽く、スプレーしてあげた後に、はい、というわけでかけ終わったので、ちょっと違いを見ていきましょうか。このスプレーを使っちゃうともうほとんど違いは分かんないですよね。なのでシワ伸びないんじゃないかっていう人はのり剤とか霧吹きを使ってもらえば、ちょっとひと手間かもしれないけれどもとても綺麗に伸びますよという感じです。もう一個ね、どうしても伝えたいのがあって、それがこのアビエンでかけた時のふんわり感をどうしても伝えたくて、今度シャツにアイロンをかけていきます。これはですね、ポリエステルとナイロンの、混紡の繊維になっていて、表示的にはローモードでかけてねっていうような感じですね。これ洗ったばっかなんで細かいシワっていうか薄いシワが見えると思うんですけれども、ちょっとね僕だけだとあれなんで、スタッフのあのメンバーにちょっと触ってみて確かめてもらいたいなと思うんで、この下の部分をかけてみますね。なんとも言えない優しさに包まれるような風合い仕上がりみたいな。はい、ちょっと触ってみてください。どうですか？柔らかい。そう、なんか熱々じゃないから、まずすごい繊維に優しいなっていうのはこの時点でわかるし、なんだろうな、なんかすごいふんわりするよね。こっちはどう？ガサガサと、確かにこっちの方がふわふわ、服に優しい。いいコメントありがとうございます。はい、っていうような感じで、低温だったとしても確実にシワは伸びるし、なんかあったかい、心が優しくなるようなふんわり感が得られるっていうところがめちゃくちゃ僕気に入っております。ここまでちょっと実演も交えながら紹介してきたんですけれども、ちょっと技術の話もしてみたいなと思います。このアビエンのドライアイロンなんですけれども、ホットプレートみたいですよね。だからここにまんべんなくフィルムヒーターっていうようなものが仕込まれておりまして、これが端の端までしっかりと熱してくれてシワを伸ばしてくれるという感じですね。あとは、温度コントロールっていうのもホットプレートで培った熱管理のノウハウが使われていて、上がりすぎず狙った温度帯にしっかりと設定してくれると、こういったところの技術が使われているので、さっきみたいなふんわりとした仕上がりだったりとか、しっかりシワを伸ばせるようなことができるのかなっていうような感じですね。というわけで、いろいろ紹介してきたわけなんですけれども、ここからは2ヶ月使っていろいろ分かってきたポイントっていうのをざっくりと紹介していければなというふうに思います。で1個目がですね、やっぱ重さですね。これ本体の重さが 440g なので、とにかく軽いと、スイスイアイロンがけができるんで、この辺は長時間使ってても全然いいですよって感じ。ただ、ケーブルがあるんで、スチームアイロン使っててコードレス使ってる人は多分最初慣れないと思うんですよ。なんかうざってえなみたいな、なんか僕もそうで、ただ、2ヶ月も使ってたら、それ忘れてて慣れの問題かなというふうに思います。次にちょっとこれはね、直した方がいいかもなっていうポイントなんですけれども、これやっぱデザインを重視しているあまり、非常にこの台の方もすごいシンプルなんですけど、台に戻す時のアプローチが若干だけシビア。どういうことかというと、こうやってざっくり置く時にこうなっちゃうんですよね。
こうちゃんと垂直に落としていかないとサッとはまらない。結構アイロンってなんかこうババッてかけてアイロン台にサクッて乗せるような動きが多いと思うんで、ここのアプローチをもう少し斜めにしてあげて入れあげるとすごい接地戻しやすいのかなというふうに思いました。ちなみにここマグネットになってるんで、まあ、近づけるとちょっと吸い寄せられるように置き場所が決まるようにはなるんですけれども、ここのアプローチがもう少し良くなればいいのかなというような感じです。ただ、まあ、それを補って余りあるぐらいやっぱりデザインが美しい、このアイロンとは思えない形状だけど、まあ、しっかり持ち手は持ちやすいで、持てばやっぱりこの台も美しい、面も美しい、なんかかける服も美しく見えたり、そういう気分になってきますよね。まあこれはやっぱりこの製品の一番の特徴であり、買うポイントの一つかなというふうに思います。ということで、アビエンのドライアイロンを紹介してきました。これじゃあどういう人向きなのかなっていうのを最後にお伝えしたいと思うんですけれども、まあ、最初に話した立ち上がりは早いと、でふんわりとした仕上がりになる、ただハイモードは立ち上がりが2分30秒かかるっていうことを考えると、毎日の朝の忙しい時間にパパパッと使うというアイテムというよりは、週末だったり休みの日にゆっくり時間をかけて自分の持っている大切な衣服だったり衣類をかけてメンテナンスしたい、自分の服をより愛したいっていうような人に向いてるのかなというふうに思います。この商品今は幕開けでの応援購入が終わって一般販売がまだ始まっていない、まあ、ちょっと今後もどうなるかは分からないんですけれども、まあ、僕が買った時の価格は1万5000前後でした。ドライアイロンとかスチームアイロンの平均価格帯って、まあ、1万円以下、特にドライアイロンなんて5000円ぐらいで買えるアイテムなので、まあ、それを考えると3倍ぐらいの価格帯なんですね。なので普通に価格帯だけ考えると、まあ、コスパ悪いなってなっちゃうんですけれども、これまで申し上げてきたように、これまで伝えてきたように、まあ、自分の愛する服をより愛せるためのデバイスだというふうに考えれば決して高くない、価格だと思います。一般販売が始まればぜひ迎え入れてほしい家電だなというふうに思います。はい、というわけで、今回ちょっと長くなっちゃいましたが、ゲットナビウェブの山田でした。ご視聴ありがとうございました。